ランドのキーリングです。めちゃめちゃ使えるかなと思います。今4色かな。なんかね、本当に可愛くてお世話になってる人とかにもおすすめです。でもらったらめっちゃ嬉しいと思います。今回の動画はギフトアイディアズです。2024年新学期が始まって人との交流が増えてくるにつれて、プレゼントとかちょっとしたギフトを贈る機会も増えてくると思うので、今回はお値段別にご紹介していきたいと思います。で、一応私が韓国オタクということで韓国のアイテムとかを多めに紹介するんですけど、一応すべて日本から買えるものなので参考になったら嬉しいです。はい、ではまず1000円台のアイテムから紹介していきます。ご紹介するのがヒンスのローグロージェルティントです。そもそも1000円台で買えるギフトってあんまりないかなと思ったんですけど、リップだったら絶対に誰でも使えるアイテムだし、このヒンスのグロージェルティントは見た目がめちゃくちゃ可愛いので選びました。で、このジェルティントは全部で7色あるのもポイントで、日本人とかアジア人に馴染みやすいような結構イエローベースのリップが多いので、どんな人に送ってもね使いやすいかなと思います。で、続いては2000円台のギフトを2つ紹介していきます。1つ目はアイコンというブランドのキーリングです。で、アイコンさんは店舗を持たないネットで買えるアクセサリーブランドなんですけど、シルバーアクセサリーを中心としたアイテムをたくさん扱っていて、もう本当に可愛いです。で、本当ネックレスが個人的にはすごい欲しくて可愛いなって思ってるんですけど、これはだいたい5000円とか6000円以上はします。で、ここのブランドのキーリングは2000円から3000円以内で購入できて、こういうキーリングって自分ではわざわざ買わないけど人にもらったら嬉しいアイテムの代表格だと思ってて、私も実際この前までは小学生からずっと使ってるあのゴムのビョンビョンのぐるんぐるんのキーリングみたいな鍵のチェーンを使ったんですけど、最近新しいのに買ってからもうカバンの中に入ってるだけですごいテンション上がるし、こういうシルバーのアイテムだったら音が鳴るのでカバンの中からも取り出しやすくておすすめです。で、2000円台の2つ目がアイアムのハンドクリームです。で、このアイアムっていうブランドは私は新宿でお買い物してる時に初めて発見して、あの可愛いなと思ってフラッと立ち寄ってたんですけど、一番有名なのは香水で、あとはボディクリームも可愛いのが置いてます。このアイアムの他のアイテムは全部5000円以上はしちゃうんですけど、ハンドクリームなら2500円から買えます。ハンドクリームって本当香りの好き嫌いが分かれると思うので、人にあげるのちょっと躊躇しちゃう方もいるかもしれないんですけど、でも 30g で2500円って多すぎないからお試しサイズにもすごくちょうどいいと思うし、何よりこのパッケージがなんか英語のロゴと文章みたいなのが書いてあってめちゃくちゃ可愛いし、あと結構シンプルなので友達だけじゃなくて普段お世話になってる人とかにもおすすめです。で、続いては3000円台のアイテムを紹介していきます。1つ目がポテテのヘアクリップです。これ私も実は持っていて、結構1年前ぐらいの What's in my bag 動画でご紹介したんですけど、で、ここのヘアクリップはデザインがめちゃめちゃ可愛いのにガシッとホールド感っていうのかながあって、本当に髪の毛が落ちてこなくておすすめです。今ヘアクリップ、まあ、すごいずっと前から結構流行ってるから300円ぐらいでもね全然どこでも買えちゃうと思うんですけど、買えちゃうからこそ人にこうちゃんとしたものをもらったら嬉しいし、めちゃめちゃ使えるかなと思います。で、ポテトのヘアクリップはあのすごいちっちゃいヘアクリップからガシッと大きいヘアクリップまでいろいろサイズが豊富なので、あのロング髪の毛が長い人でも短い人でも上げやすいかなって思います。で、このポテテは結構シーズンごとにいろんなデザインのヘアクリップが出るんですけど、私は星座が書いてあるデザインのものを自分で自分用に購入しました。で、その人の誕生月に合わせてプレゼントしてもいいと思います。で、3000円台の2つ目がタンバリンズのリップクリームです。で、最近タンバリンズ日本に上陸したこともあって香水とかハンドクリーム持ってる人が増えてると思うんですけど、でもリップはねまだあんまりあの持ってる人見ないので今のうちかなって思ってます。見る限り今4色かな、なんかエッグリップってやつは4色あってシルバーと黒とピンクと白です。
で多分これ色によってねその香りが全部違うと思うんですけど、このシルバーが向こうで白がミルクティー、絶対いい匂いだ。でピンクがローズウッディで、黒がウッディグリーンの香りがするみたいです。個人的にはやっぱりピンクがすっごい可愛いから狙ってます。でも大人っぽい方とかだったらこの白とか、シルバーをプレゼントしても1個持ってるだけでめちゃくちゃ映えるし、商品の質は絶対にいいと思います。続いては5000円台のアイテムです。1つ目が WIM っていうアクセサリーブランドのアクセサリーです。でこの WIM はちょっと個性的なデザインのリングとかネックレスとかが売ってるジョジョタウンで買えるブランドなんですけど、なんかねもう本当に可愛くて、あんまり他で見ないようなデザインなのでプレゼントにはぴったりです。ネックレスとかチョーカーもめっちゃ可愛いんですけど、個人的にはこのなんか宝石みたいなのがいっぱい散りばめられてるリングがすっごい可愛いなって思ってます。だけどまあリンズだとね、人にあげる用だとサイズが分からなかったりするので、まあ、分からない方とかはネックレスとかあとピアスも本当になんかシンプルなんだけどあんまり他で見ないようなデザインのものがたくさん置いてるのでぜひチェックしてみてください。で5000円台の2つ目がプラダのリップです。でこれ最近ちょっとちょくちょく SNS で見るようになってきて、で私もずっと狙ってるんですけど、まずね見た目が本当に可愛いです。プラダってウォニョンがアンバサダーとか務めてるのかなとかして、よくあの耳の上にヘアクリップとかつけてて、あもうめっちゃ可愛いみたいな、めっちゃ可愛いじゃんって思ってるんですけど、でもやっぱなかなかね全部やっぱハイブランドってだけあってなかなか買えないんですけど、でもプラダのリップだったら6930円で購入できます。マットっぽい質感のリップがメインでいろんなカラーが販売されてるんですけど、私が一番気になってるのがこのリップバームオプティマイジングケアっていうやつ。これが、若干薄い黄緑っぽい色なんですよね。で保湿用の透明のリップとかあと色付きの口紅っていうのは、女の方だったら結構みんな持ってると思うし自分で買うと思うんですけど、口紅下地リップ下地ってあんまり自分では買わないというか、結構自分的にもそこは手を抜いちゃう部分だったりするので、もらったらめっちゃ嬉しいと思います。リップ下地といえばマックのが有名だと思うんですけど、でもこのプラダのやつは普通にね見た目も口紅みたいな感じで見た目もすごい可愛いし色も可愛いので、これはおすすめです。私も誰かのプレゼントにあげようと思ってます。はい、続いて最後に1万円台のプレゼントのおすすめです。で1つ目がパンドラのブレスレットです。パンドラっていうブランド自体は前から知ってたんだけど、でもなんとなくちょっと若干ティーン向けというか、なんかアメリカのティーン向けのブランドのイメージがあったんですけど、なんか今ちょっとブランドイメージ変えたのかわかんないけど、なんかすっごい可愛くて、今ちょうどレッドベルトコラボアイテムが出てます。でここもアクセサリーブランドなんで、なんか本当にいろんなアイテムあるんだけど、個人的にはここのブレスレットがめっちゃ可愛いです。シルバーぐるっとこう一周系のブレスレットもあれば、チャームがねめっちゃついてるブレスレットもあって、それが本当に可愛い。でデザインも豊富だし、価格帯も同じブレスレットでも1万円切る9000円ぐらいのものから1万8000円とか2万円ぐらいのものもあるので、予算とか上げる人に合わせて選びやすいかなって思います。で個人的に狙ってるのはハートがついてるユニバースチャームブレスレットっていうのと、あとはね蝶々がついてるバタフライのデザインのものも可愛いなって思ってます。で公式のホームページ見てると、ギフトっていう欄があって、送る人から選ぶ、イベントから選ぶ、価格から選ぶって、それぞれのね目的に合わせてお買い物できるので、すごいプレゼントにもぴったりだなと思います。はい、では一番最後なんですけど、1万円台のプレゼントの2つ目がガニーのカードケースです。でガニーも、まあ、ハイブランドまではいかないけど結構高めのブランドだから、普段はね自分じゃ買えない、ギリ買えないぐらいの値段だと思うんですけど、でもこのカードケースは今ホームページで見てみると、1万1000円から1万2000円ぐらいで買えます。紐がついたウォレットバッグ
も1万6000円ぐらいで買えて、もうこのロゴがめちゃくちゃ可愛いし、カードケースはね誰でも何個でも持ってても使えると思うので、プレゼントにはぴったりだなって思ってます。はい、こんな感じで個人的に気になってるものも含めてギフトのアイディアを皆さんにシェアしました。最後までご覧いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。